20秒です。おはい、市民の皆様こんにちは、時刻は午後3時を回りました。お世話になっております市民の後輩ですのお時間となりました。本日は10月の5日、現在の時刻ですね、10月の5日の午前10時に収録、で行っております。はい、山内さんおはようございます。おはようございます。今日初めてゲストを呼ばずにですね、そうですね、はい、うん、やってみようかなというところなんですけど、まあ、っていうのも、はい、9月議会も終えたことですし、はいはいはい、まあ、ちょっと9月議会での、まあ、私の取り組み内容とか、うんうん、まあ、そういったものをちょっと報告していきたいなと思って、そうですね、あとはまあフリーにちょっと話もしてい、いけたら、最近山内さんとも飲めてないですからね、だからね、なので、まあ、居酒屋感覚で今日お話ししたいかなと思って行きましょうよ。もう解禁、解禁っていうかね、まあ、そう、まあそうですね、はい、まあ、8時まではもう許されてますからね。8時でしたっけ、9時まで、あ、9時まで、あ、うんうん、お酒が8時の提供でしたね。そうそう、酒のラストオーダーが、あ、そっか、8時で、8時じゃないですか、うん、違うのかな、まだ行ってないから分かんないですよ。そうそう、僕もまだ行ってなくて。はい、じゃあこの番組は、はい、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオより生放送でお送りしており、あ、生放送ではありませんね、収録ですね、ですね、はい、この番組ではメッセージを募集しております。これそのままでも大丈夫ですか。大丈夫ですよ、うん、メールアドレスは797@fmgino1.com、 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube で映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこの番組、このラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。はい、収録なんですけど、はい、ツイキャスと YouTube ライブはやっておりますので、なるほど、はい、うんうんうん、ぜひ皆さんの参加もお待ちしております、はいはい、よろしくお願いします、はいはい、この番組の提供は一般社団法人共同生活援助センターリクシル不動産ショップリビング住建の提供でお送りしております。はい、この後1時間ですね、皆様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は、前半は実は、うん、この前先週の日曜日ですよね。そうですね、はい、10月3日に、はい、まあ、開催しました宜野湾青年会議所主催の、親子で学ぶ民話絵本読み聞かせイベントの少しまあご報告もしたいなと。そうですね、うん、前回の放送の時に、はい、まあ、ゲスト来ていただいたものですから、はいはいはい、で、まあ、告知もさせていただいて、はい、で、まあ、宜野湾 JC がどういった活動をしてますよとか、10月3日どういったものをやりますよっていうのを告知させていただいたので、はいはいはい、まあ、ちょっとその報告がてら。そうですね、ちょっと気になりますしね、はい、僕も行けなくてすいません。あ、いい、全然、いろいろあって、いろいろあって、なんかシリアスな内容、そうですね、いろいろあってっていうと、はい、ラジオで言えない感じ。あ、そうなんですね、はい、まあ、10月3日、まあ、天気にも恵まれてですね、はいはいはい、まあ、11時から午後の3時までの4時間だったんですけど、はい、うんうん、まあ、途切れることなくお客さん来ててですね、で、まあ、私たちもあまりにも来すぎるとやはり、まあ、コロナのなんていうんですかね、緊急事態宣言明けなので、はいはい、まあ、来すぎるのも怖いなっていうのもあってですね、確かに、まあ、予算をかけてまでの広報はしなかったんですよ、うんうん、でそれぞれの、まあ、それぞれ JC 会員の皆さんの個人アカウントで、はいはいはい、まあ、広報していって、うん、まあ、ちょっと口コミで来るぐらいだったら、まあ、安全管理が、まあ、保てるぐらいなのかなと思ってたもんですから、はいはいはい、うん、本当に想定通りの来客数になりましたね。お、多すぎもせず少なすぎもせず、そうです、そうです、うん、ちゃんとソーシャルディスタンスが保てるぐらいの人の、はいはいはい、まあ、ご来場で、うんうん、で絵本もですね、
まあ、真ん中に読み聞かせする方が座るんですけど、その絵本の映像を両サイドに、はいはい、まあ、大型モニターで映してってあるので、うんうんうん、まあ、遠くにいても、まあ、この絵本の絵が見れるし、はいはい、で、まあ、遠くにいても、うん、まあ、マイクを使ってるので音声も聞こえるというような感じ で、 いいですね、もう広々と皆さん座ってですね、はいはいはい、まあ、絵本を楽しんだっていうような中城公園でしたよね。中城公園です、はいはいはい、なので、まあ、キッチンカーも、まあ、4台ほど来て、うん、あとはまあ協賛企業がですね、この事業の、はい、協賛する企業さんがイベントブースみたいなのを少し4店舗ぐらい出ててですね、うん、はい、まあ、それにつられて、うん、まあ、上の方の公園の遊具で遊んでるご家族がちょっと流れてきたりとかですね、はいはいはい、まあ、ご飯もキッチンカーがあるものですからご飯もたくさんあって、まあ、いい感じの盛況ぶりでした。うーん、なかなか良かったですね。いいですね、本当晴れてたし、うん、はい、最近風があれば気持ちいいですからね。そうですね、うん、ちょうどこの日曜日もそんなに天気も日差しがめちゃくちゃ強いっていう感じでもなく、まあ、強かったんですけど、まあ、時折日陰行けばね、そうそうそう、で時折また雲も出て、はい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 、少しまあ日差しが弱くなったりとかでもあって、で3部公演だったんですけど、3部1部2部3部って分けてこの4時間の間にやったんですけど、はい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 、結構まあ、1回あたり100名以上ですかね、うん、100名150名ぐらい来て、それがまあ2部3部になったら少なくなっていくかなと思ったんですけど、はいはい、ずっと同じ人数いましたね。すごいですね。でも入れ替わりで、うんうん、1部2部だけ来る人も いましたし、はいはい、2部3部だけ見るとか3部だけ見に来てる人とかもいたんですけど、結構でも一部見たお客さんがですね結構面白くて、うん、まあ、また見るみたいな、はい、2部まで残って、まあ、ご飯食べて日陰で休んでとか、はいはいはい、公園で遊具で遊んだ後に、まあ、時間は潰せますからね、あっちだと、はい、うん、なかなかなので日曜日を楽しんでいらっしゃるなっていう感じはありました。なるほど、はい、あれですか、家族連れがやっぱり良かったですか。そうですね、ほぼ、はい、ほとんど家族連れです。一人はいなかったですか。一人はいましたよ。いたんだ。一人の方もいました。さすが。絵本好きの方とか、女性の一人で来る人って結構いましたね。そっか、はい、絵本好き結構多いですからね。そうなんですよ、うんうんうん、で、まあ、年齢的には60代70代ぐらいの方がですね、はいはいはい、奥様お二人ぐらいとかで来て、絵本を3冊購入していったりとか、まあ、孫に買ってあげるとかですね、はい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 、で、まあ、来てた方もいましたし、うん、まあ、結構購入も、まあ、その当日に、まあ、イベント特別価格っていうことで1000円で、うん、1冊1000円で販売したんですけど、安いよね、はい、これもまあ結構、うん、まあ、書店に置く分、書店でも販売するんですけど、はい、その分もう初めから取り除いてたので、うん、はいはい、で結構もうストックも減ってきてですね、うん、結構本も売れました。あ、売れました、はい、目標よりも。これは目標値掲げてなかったです。掲げてないんだ。残せば残そうと書店に下ろすものが増えるんで。あ、はいはいはい、はい、なので特にそこではけさそうっていうのもなく、はい、ここではけさせてしまうと逆に、うん、なんていうんですかね、売り上げが営業的には、はい、なので、まあ、特別価格、まあ、ご紹介お披露目なので、はいはいはい、なので、まあ、あとお釣りが出ない価格でと思って1000円っていうことで、あ、なるほど、やってたんですよ。いいですね、うん、はい、まあでも、うん、その後の日曜日の後のインスタとかでですね、はい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 、結構まあいろんなこの参加された方ですかね、うん、来てた方が、まあ、自分のそう購入して自分のお家で、まあ、子供に読んで聞かせたら繰り返し3回お願いされたとかですね、はいはい、あ、いいですね。なんかちょっと嬉しい報告というか、うんうんうん、でこうやって絵本を読んで自分の地域を知ることってとってもいいですねみたいなことを書いてる、投稿してる人たちがいて、うんうん、まあ、まさしく私たちのこの、まあ、この事業の目的、はいはい、まあ、絵本を通して地域の愛着を持てる、うん、で、まあ、いずれ遠くに住んでても、まあ、戻ってきたりとか、はい、故郷を思う気持ちっていうのを育むっていうのが私たちの目的でもあったので、なるほど、そこはまあしっかり達成されているのかなっていうような感じもありました。ああ、いいですね、うん、で久しぶり、やっぱりこのずっとコロナで、はい、なかなか外でのなんていうんですかね、まあ、JC もいろんなイベントとか主催して、はいはいはい、やってはいたんですけど、久しぶりのこのイベントらしいイベントというか、うん、事業らしい事業だなっていう感じもして、はいはい、で、まあ、他の JC さんも、まあ、遊びに来てたんですけど、うんうん、浦添の
わんぱく相撲とかあるじゃないですか、はい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 、あれも浦添 JC の主催なんですよ。あ、そうなんですね、わんぱく相撲、うんうん、でそういったものも全部もうなくなあのやってないので、はいはいはい、なんか他の人たちも久しぶりに JC らしい授業だなっていうような話もしてましたね。でも本当谷間というかその緊急事態宣言明けてちょうど、うん、はいはい、よかったですね。そうですね、まあ、タイミングよくね、はい、で皆さんやっぱりもう楽しみにされてたっていうような、うん、まあ、この外で出て、まあ、イベントがあるとかですね、はいはいはい、そういったものを楽しみにしてたというような方たちも、でキッチンカーも、まあ、来ていただいて出店していただいた、うんうん、まあ、キッチンカーの皆さんも、はい、まあ、久しぶりのイベントで、確かにキッチンカーとかも久しぶりですよね。大変ですよ、大変らしいんですよ、どの補助の対象にもならないらしくてキッチンカーは、そうなんだ、営業はできるじゃないですか、イベントはなくとも、はいはいはい、いろんな場所に行って移動できるので、うん、でもやっぱりイベントがなければ相当売り上げは落ちるらしくてですね。ですよね、なかなかね、はい、馴染まないというか、もう居続けないと、そうなんですよね、キッチンカーの場合は、はい、あるいは本当にイベントじゃないとなかなか売り上げも見込めないのかなっていう気がしますけど、まあ、結構喜んでおられました、はいはいはい、キッチンカーの皆さんも。あの絵描いた、はいはい、圭介さん、はい、はどうでした？あ、本人も来ました、はいはいはい、本人も来て、うん、まあ、口にタッチペンを加えてちょっとタブレットで絵描いたりとか、はい、で途中で、まあ、この宜野湾の不思議な昔話の野岳の七年もある、はいはいはい、っていうこの絵本を描いたのが、まあ、宮城圭介さんだったんですけど、うんうん、これもこの辺を描いたのは彼ですっていうような、まあ、紹介もしてですね、うんうん、まあ、本人にもちょっと自己紹介をさせて、はいはいはい、ってやったんですけど、やっぱり本人がタッチペン加えてこう描いてる様子とか、うんうん、まあ、数名の子供たち見に来て、あ、こんなって描いてるんだみたいな感じですね、はい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 、見にも来たりしてましたね。なかなか良かったなと。で講話人2人の方が読み聞かせたんですけど、ちゃんとした、まあ、ちゃんとしたって言ったらおかしいんですけどプロの、ね、絵本講話のなんかインストラクターみたいなのがあるらしくて、はいはいはい、で、まあ、そのインストラクターの方に読んだ後、うん、はい、ヒューマンビートボックスをされてる TK さんがまあ読むっていうような感じで、このヒューマンビートボックスは何ですか、やっぱり効果音だったんですか？そうです、絵本を読むときは、うん、まあ、いろんな音が出せる人なので、はいはい、まあ、音でやるっていうわけではなく、はい、やっぱりこの登場人物で結構声が変わるんですよ、はい、絵本の読み聞かせ、要は絵本の文脈内容によってはナレーション的なところと鍵カッコついてセリフになるところとかってあるじゃないですか、うんうんうん、その部分の切り替えがとても面白くてですね、まあ、そういったところであったので、まあ、でも絵本の読み聞かせだけじゃなく、うん、TK さんもこのサービス精神が旺盛で、はいはいはい、絵本を読む前にヒューマンビートボックスってのはみたいな感じで、あ、まあ、ドラムの音、はい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 、足で叩くドラムの音こんなみたいな、すごい、ね、でシンバルこんなとかで、まあ、ドラムをドラム全体あるじゃないですか、はい、あれを口で最初にやってみんなを引きつけた後に絵本を読んで、さすがですね、で絵本読み終わった後にちょっとミニライブって言って、まあ 3,4 分ぐらい少しこのビートボックスでまあ音出してやってですね、もうめっちゃ面白かったです、子供たちもすごいってなって、で一番最後第3部の時にちょっと長めでやっていいですかって言って、みんなわーって喜んで、それこそ10分ぐらいやったんですよ、うん、もう音出しっぱなしで歌ったりとかなんですけど、歌もなんかこうレコードで流してるような歌の音声にして、それをまた巻き戻ししたりとかっていうようなものをやったりとかだったんですけど、もうこの10分間のミニライブが絵本の内容を忘れさせるぐらい本当すごくてですね、でその後終わった後に、はい、絵本の感想が言えるお友達いるかなって、僕が司会だったんですけど、あ、はいって手を挙げて、うん、ヒューマンビートボックスはすごいですっていう感想がはい、じゃあ次絵本の感想を言える人いるかなみたいなでやったら、はいはい、その次に手を挙げたのがうちの息子で、はい、うちの息子がさっきの子に言われたんですけどって言って、TK さんの音はすごいですって言って絵本の感想を聞きたかったんですけど、やっぱりもう TK さんのこのビートボックスがすごくてですね、はいはいはい、まあいいですね、子供の心をつかめるっていうのは、うん、そうですよね、ね、うん、しかもやっぱりヒカキンがやってるじゃないですか、ヒューマンビートボックスって。あ、そうなんですか、はい、でもともとヒカキンはあれなんですよね、 YouTuber のヒカキンさんは、はい、
そういう人、そういう、はい、そうなんだ。でその後 YouTuber として、うん、まあ、有名になってるので、子供たちはもう結構ヒカキンの名前出したら、だから TK さんもヒカキンってわかるって言ったらみんなわかるみたいな感じになって、はい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 、で子供たちでもこのヒカキンがこういうのできるってことを分かってる子供たちも結構いたもんですから、でそれをまあ生で見てるような感じになるので、うんうん、ヒューマンビートボックスをですね、もう大興奮気味でしたね。お父さんお母さんたちもまあ喜んでましたし、はいはいはい、TK さんの追っかけでイベントに来られてる方もいました。マジ、はい、すげーな。お子さんが好き、そのお子さんが TK さんのこと好きらしく、はい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 、でそれでまあ来られてる方もいましたし、結構なので私たちの授業、まあ、イベント、はい、まあ、絵本読み聞かせっていう風なイベントをやって報告はしてはいるんですけど、うんうん、やっぱキッチンカーについてるファンだったりとか、はいはいはい、でこの絵本読み聞かせ、このインストラクターについてるファンだったりとか、うんうん、でこの TK さんのファンだったりとか、はいはい、っていう方たちがそのまた、うん、イベント会場に集まってっていうような感じだったので、うんうんうん、っていうのもそういった方たちも多かったので、はい、まあ、なかなかいろんな多方面から人が来て、うんうん、まあ、この一子二孫だけじゃなくてですね、はいはいはい、まあ、遠くは那覇とかからも来られてる、うんうん、名護から来られてる方もいましたし、うん、まあ、場所もいいですし、この内容もいいですよね、うん、集まりやすいというか、はいはいはい、まあ、だから絵本だからヒューマン、この TK さんでも10分ぐらいなんですよね、長くて。そうです、そうです。っていうのもいいし、はいはい、家族で行けるっていうのもいいし、うん、疲れないですね、ね、なんか無理もせずパッて楽しんで、そうそうそう、また違う楽しみして、はい、またパッて楽しんでっていう、このコンセプトがすごくいいなと、うんうん、先週先々週ぐらいかな、はいはい、聞いて思ってたんですけどね、やっぱりその辺が、人をちゃんと呼んだんじゃないですか。100人、そうですね、随時100人っては結構な、僕は大成功だと思いますけど。ですよね、うん、よかったです。なので、ね、まあ、うん、自由時間はもう子供たち自由に遊んで、はいはい、遊具の方に遊びに行ったりとかして、うんうんうん、始まるよって言ったらちゃんと集まってくるんですよ、マイクで。そろそろ始まります、第2部公演5分前ですとか、はいはいはい、子供たちのみんな集まれとか言ったら本当に集まってくるんで、やっぱ本当に楽しかったんだね子供正直ですからね、はい、あ、面白くないとか、うん、面白くなかったらすぐ言うじゃないですかすぐ言うし、お腹すいたとか、来ないし、アイス食べに行こうとか言うじゃないですか、うん、いや、なのでちゃんとみんな来てくれたし、はいはい、だから子供向けって実は難しいですよね、うん、正直だから。そうなんですよね、最初だけ良くてももう途中で本当にいなくなったりするから、はいはいはい、やばいんですよね演者にもね変な話、そう、そうなんですよね演者、まあ、僕なんかそこだったんですよね、やっぱ気ぃつかの演者と、うんうん、あとキッチンカーの売り上げが一番気になるところだったんで、やっぱこのお呼びしてる分、この事業が倒れたりするとですよね、うん、もう本当に 2,3 人しかいない状態でやらすとか、まあ報酬そのものは変わらないんですけど、お支払いするものは変わらないんですけど、切ないですよね、はい、もういても立ってもいられなくなる。そうそうそう、こっちのなんか広報戦略不足だなとか、そうとか考えたりするじゃないですか、うん、だからね、そういった意味では本当に素晴らしいイベントだったんじゃないかなと、うんうん、はい、であとですね、なんか無料コーナーもあったんですよ、はいはいはい、協賛いただいてるあのグーホームとか、はいはい、グーホームさんが来て、うん、でその、まあ、無料で、アルコール除菌ティッシュと、あ、はいはいはい、何だったっけな、色鉛筆と、うん、何かをセットにしたやつ3点セット無料でこれお配りします、あ、うちわだ、うちわをお配りしますっていう無料コーナーがあったんで、はい、でこの中城公園管理者の方がですね、うん、またその無料コーナーにぜひこれもう無料であげてっていうのは、歴史上の人物の伝記っていうんですか、本、あ、はいはいはい、伝記、伝える、記すって書いて伝記、はい、を50冊100冊ぐらい持ってきて、あんなに、でこの無料コーナーにこれ置いてますって言ったら、はい、でこっちのにあるものは全部無料で持ち帰りできますのでっていうことでやったんですよ。そしたらこの本も結局子どもたち、小学校高学年ぐらいの子たち、まあ古い本なんですけど、うん、全部で30冊ぐらいはもう持ち帰りされてますね。ファーブルとかライト兄弟とかあんな感じのベートーベンとか、あれね、子どもの時よく読みますからね、はいはい、あら、でそれを
未定なのか、うん、今度山芋持ってくる人、あ、紅芋だ、大量の紅芋を持ってきて、あ、これもう、もうみんなに配ってみたいな、あ、じゃあこれ無料コーナーに、要はうちわ、グーホームさんが出してるうちわとみたいな、はいはいはい、で中城公園さんが出している本と、うん、あとは途中で差し入れいただいた紅芋を置いてますみたいな紅芋を無料で持ち帰るコーナーもできたっていう、すごいですね、なか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 ないですけど、まあそうですね、うん、でも紅芋もあっという間になくなりましたね、はい、すごいな、芋がいいですね、大好評で、はい、うん、まあ、よかったですよ、はい、はい、どうしますか、一旦 CM 行きますか、そうですね、 CM の後に、はい、また9月議会の内容について少しお話ししたいなと思いますのでよろしくお願いします、はい、バッチリ入ってますよバッチリなんですね、はい、次はじゃあ議会の話しますね、もうあれでいい、今の感じで、あ、こんな感じで、あと一回 CM 入りますので、途中で、うん、はい、OK です、なんかりょうさんの切りがいいところで振ってもいいし、あ、OK です、これは普通に質問していいですか？あ、いいですよ。僕が一つ一つ全部で5個ぐらい項目あるんですよ、うんうんうん、やったので1個ずつやっていくんで、それに対して質問やって、まあ、それが3つで終わるのか3つで終わりでも全然いいです。 OK です。でやっていきたい順番に僕話し出していきます。了解です。お世話になっております市民の後輩です。最近慣れてきましたね、このタイトル。そうですね、あのちょっと自分でも笑わなくなってきましたねそろそろタイトル変更する時期ですかね、そしたら。いや、違いますいや、なんか馴染まさずに書いてる。そうそう、なんか馴染んできたのでなんかちょっと退屈になってきたなと思って、自分のタイトルコールがじゃあもうそれはお任せします、ね、いやいやいや、まあ、これもうあの浸透させてるので、そうです、ちょっと頑張っていきたいなと。はい、まあ、この後はですね、後半は議会の話、後半はそうですね、はい、9月議会ちょうど、まあ、9月の29日で、まあ、閉会もしてですね、はい、今回は私も一般質問、はいはい、させていただきました、うん、まあ、この中で、まあ、今回ですね6項目を挙げて、はい、まあ、ちょっと時間の都合上自分の持ち時間30分というのがあるんですよ、はいはいはい、一般質問、はい、でその30分の中で、まあ、6項目を挙げたんですけど5項目しかできなくてですね、あ、結構長くなって、長くなってというか喋りすぎたんですかね、多分私が、りょうさんが、はい、あ、まあしょうがない、ペース配分がやっぱ難しいんですよ、うん、喋りすぎるというかいつもすごいですよね。そうなんですよね、だから本当は台本というか自分でこれを喋るっていうのを文字起こししてたらそういうことないんですよ、うんうんうん、ただ僕喋りたいことを箇条書きにしてやって、それをパッと見ながら、まあ、喋っていくっていう、自分の言葉で喋っていくっていうタイプなので、白熱していったらその分が多くなって自分の喋る時間がどんどんなくなっていくっていうな、あの、なりそうですよ、はい、でね、今後半はって言ってるくせにそんな話でまたずっと長くなっていって、ちゃんとやりましょう、はい、そう、そうですね、はい、で忘れてた、今回ですね、はい、まず出していただいたの、毎回これ毎年9月には必ず挙げてるんですけど、はいはいはい、介護予防日常生活支援総合事業について、うん、山内さん総合事業分かるんじゃないですか？あの、聞きはしますけど、じゃあ具体的に説明してって言われたら、うん、あ、ごめんなさいって感じです。あの、地域包括ケアシステムとかってあるじゃないですか、はいはいはい、安倍さんに僕はちょっと、まあ、ご教授いただいてですね、結構これ、まあ、2年前ぐらいからちょっと深掘りさせていただいてるんですけど、うんうん、
現在今ですね、まあ介護認定ってあるじゃないですか、はい、要介護1とか、はい、要介護2とか、これ5まであるんですけど、はい、でその前の軽度の状態で、うん、要支援1とか要支援2っていうのがあるんですよ、はいはいはい、で総合事業の対象者っていうのがですね、うん、この要支援1、2の方たちが、うん、まあ、重症化しないように、はいはいはい、まあ、もしくは重症化しないどころか、この健康状態とか機能の、はい、なるほど、介護状態になる前の段階の人、そうですそうです、はい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 、で、まあ、そこで、まあ、短期的なあの運動だったり、うん、予防サービスを受けたりとかして、はい、まあ、日常の生活にまた戻していこうとか、うん、っていう事業が総合事業っていうのがあるんですよ。でこれででも機能が悪くなっていってとかですね、はいはい、例えばもうちょっと歩くのがちょっときつくなっているとかってなったら、うんうんうん、介護認定がどんどん要介護1とか要介護2とかに上がっていくんですよ、はいはいはい、要介護3とかで上がっていくんですけど、はい、この総合事業が要支援の1、2の人たちだけを対象にしてるんですけど、はいはい、令和3年度から今年から、うん、要介護1、2の方たちも利用できますっていうことになったんですよ、はいはい、で利用できることになったんですけど、あのこれそれぞれの市町村が手を挙げてそれを受け入れるかどうかを決めるんですよ、はい、で要は強制的にじゃなくて、はいはいはい、やる市町村もあればやらない市町村もあるっていうところなんです、じゃあなぜ国は要介護 1,2、はい、の人たちまで総合事業の対象者として枠を広げたっていうのは、はい、要支援2から例えば要介護1に上がったらですね、うんうん、総合事業受けられなくなるわけですよ、はい、で総合事業っていうのはいろんな、まあ、例えばデイケアとかそういったところに行って運動をやったりとか、うんうん、そこでの仲間がいるんですよね、うん、お友達、はいはい、でそこでまあコミュニティができたりとかしてて、うんうん、じゃあ要介護1になったからといって総合事業が受けられなくなったら、はい、もうこのコミュニティから外れてしまうんですよ、うん、なので国としてはそういったものがまた要はお家から出なくなっていくような原因になると、はいはいはい、なので要介護1になっても今までの要はそこにあるコミュニティも利用できるように、大事じゃないですか、要支援1も2も、はいはい、要介護1の方とか 2になっても総合事業を受けられるように弾力を持たせましょうねっていうことでやったんですけど、まあ、宜野湾市はまだそれをやってないんですよ、うん、でこれなぜやってないかっていうところを、はい、うん、追求したり、うん、これやるべきじゃないのと、はい、今なので宜野湾市の場合は要支援2とか の、うん、あの介護認定受けてる人が要支援ね、要介護ではなくて要支援、はい、要支援2で総合授業を受けてる方が少し機能が悪くなって、はい、あなたは介護認定されましたと、はい、要介護1になりましたってなったら、うん、これまで受けてたサービスが受けられなくなって介護給付サービスに移っていくんですよ、はいはいはい、ってなっていくような現状があるので、うん、じゃあこれなぜやってないのっていうような、はい、まあ、質問をさせてもらったんですけど、はいはい、でも実際のところは、うん、これがまた介護サービスの中でもいくつかあって、はい、住民主体による支援とか、基準緩和型サービスとか短期集中予防サービスとか、はい、サービス ABC ってあるんですけど ABCD まであるんですけど結構難しいんですよね。難しいですね。でその B と D の部分だけが、うん、まあ、それになってると弾力化の部分になってるので、はい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 、で実際に宜野湾市は B と D の部分の支援はそもそもやっていないので、うん、今手を挙げたところで何も変わらないと、はい、B と D のサービスがないから、はいはいはい、っていうことではあるんですよ。これなんで B と D はやらないんですか。 D がですね、はい、C とちょっと似てるような感じで、はいはいはい、D っていうのが移動支援なんですよ。あ、はいはいはい、移動支援、うん、まあ、なので D だけを特化してやってる市町村とかなかなかなくて、はいはいはい、何かに必ず連結してるんですよ。 A の基準緩和型サービスっていうものに行くためにそこの、うん、施設の方たちが移動支援までやってるので、うん、わざわざ D サービスを利用せずに、はいはい、A サービスの中で移動支援まで受けられてるっていうようなものがあるので、うん、まあ、D は分かるんですよ、うん、でサービス B っていうのが住民主体による支援っていうところなんですけど、はいはいはい、でこれ実際にまだやってなくて僕はこれを前からやるべきだよっていう話をずっとさせてもらってるんですけど、うん、例えば今公民館でやってるあのデイサービスあるじゃないですか、はいはい、ミニデイ、はい、ミニデイサービス、はいはい、あれを既存のミニデイサービスをミニデイをサービス B にすることが可能なんですよ。おでサービス B そしたら、うん、あれがつくってことですか。
補助金ではない。そうです。あ、じゃあいいじゃないですか。なのでミニデイサービスの運営の仕方がだいぶ楽になるんですよ ね、うん、ねえ、はい、大変そうだですからね。そうです、まあ、まあ社協からの補助と、うん、あとはまあ利用者の方たちからそれぞれのまあ